はい、皆さんこんにちは。村長です。スタジオワンバージョン5.4のアップデートの解説動画を2回にわたってお話ししています。1回目の動画はもうすでにアップしていますので、またそちらの方も概要欄に貼っておきますので、是非とも見てください。3つの新機能をお話ししています。今日は残りの中で。 僕が必要と思ったアップデートを解説していきたいと思います。まず一つ目は、プラグインマネージャーの強化です。表示メニューから、プラグインマネージャーを表示します。一度、全ての選択をちょっと解除してみます。VST2 と VST3 をチェック入れて、そして各メーカー、余計なものがないか、このように、 一つ一つ検査できます検査する時はこうやってメーカーごとに一つ一つ見る方がたくさんチェックが入っているとどれがどれか分かりにくくなりますのでできたら一つずつ調査することがいいでしょうそしてここに統計と書いてありますこれを見るとそのプラグインの利用がどんな感じかがよく分かりますこのように 例えば3年前というようなこういうソフトもあります。それがいらない場合はこのブラックリストの方にドラッグをするとここから消えるようになり再ロードはしなくなります。ただし消したわけではないということをお忘れないようにしてください。そしてこれをブラックリストに入れたらここに戻すことはできません。それも 気をつけてておいいくださいただし次回起動したらこのようにブロックリストに入れたものは黄色い注意マークが出て起動をします見た目が悪いので気をつけてくださいそして本当にいらなくなったらここに削除ボタンがありますので削除ボタンをすると実際に消えることになりますこのようにして 古い VST で使っていないようなものはすごくわかりやすくなりましたので上手にこのプラグインマネージャーを使ってください二つ目は新しく5.4になってついたコード表示という機能ですこのコードトラックのところで右クリックをするとコード表示というのが出てきますこれでこのように表示をします横には かなり長くできます。そして、縦にもある限界があります。もちろん小さくも表示できます。上にコードトラック、入力コード名、エディタというふうになっています。このコードトラックは、その名の通りコードトラックにコードが入っていたら、そのコードを表示します。一度やってみます。 はいこのようにループをしている時に今最終の小説なんですけれどもループしたらまた C に戻りますので右側がネクスト「NEXT、ね」そうやってコードが前もって表示されるのでこの機能はお遊びみたいな機能でありながらかなり 便利に使うことができます DAW に合わせて次のトラックをレコーディングするような時コードがかなり大きく表示されますのですごく便利ですそして次の入力コード名というのはミディキーボードで入力をしたらそのコードが表示されます入力コード名にしますちょっとキーボードをオンにしますはいこれで コードを押すと、今 Am を押してるとこのようになりますし C を押しますとこのようになるとそして何か分かりにくいようなコードでもこうやって押すことによってすごく簡単にコード表示ができますのでこのコードが何かというのが分からない時にはとっても便利ですね。 そして最後のエディターというのにしてみます。バージョン5.3からこのようにコードトラックを選択しておいてミリトラックにこのように引っ張ってくると白玉でこのようにコードが表示されます。例えばこのコードですけれどもこれを編集機能で このように変えますとこんな感じに表示が変わります上のコードトラックに関係なくここで入っているコード名を自動で表示するというものですいわゆるコードトラックを優先するのか 実際に入っている音符自身を表示するのかそういうような機能分けがコードトラック機能とエディター機能で分けることができます小ぶりなバージョンアップですけどとっても便利になった機能です3つ目はこれも地味な機能なんですけれどもセカンダリルーラーという機能ができています上の小説の ルーラーのところにセカンダリルーラーを開くというのになっておりましてここで今「秒」にチェックが入ってますが何せこの行を選択するとこのようにルーラーが出るようになっていますルーラーラを今は「秒」で表示していますがもちろんこれを小説でするとこのように例えば「八分」とすると同じようになりますし これをあえて32にするとこのような状況です。これをうまく使うと今グリッドに吸着するモードになっていますが、例えばここに新しくトラックを作って、そしてリージョンを入れていくときにも、このように32部単位で入れれるようになります。 何せこの動作自身も今までこの中間のところとかに置こうと思うとその吸着の機能が少し曖昧でしたけれども近づく範囲がなんとなく自分で調整しやすいような形になったように思うのは僕だけでしょうか。何せこのようにしてルーラーを2つ使えるということになります。 基本的には秒と両方で出しておくというのが一番便利かもわかりません。次の機能も少し地味な機能です。このように複数のトラックがありましたら、今まではモノとステレオをこのようにして切り替えないとできませんでしたが、複数選択して一気にモノラルにしたりステレオにしたり、 こういうこともできるように機能されました。最後は自動保存の改善です。自動保存はオプションメニューからロケーションのところに自動保存を有効化というのがあります。これはずっと以前からあったわけですけれども、ここを僕の場合は今までは5分ぐらいにしていました。その理由は5分経って 保存する時に、小さなダイアログですけれども出てきてその間は少し再生がおかしくなったりそういうところがちょっと不便でしたがその保存のダイアログが出なくなりましたのでここを極端に短くしておいても邪魔にならなくならくりました。これも小ぶりなバージョンアップですけれどもとっても便利な機能です。 まだ他にもアップデートのいいところはあると思いますし最大の MacM1 の CPU に対してという一番今回の目玉まは僕は Windows ユーザーなので残念ながらご紹介することができませんがすごくパフォーマンスが上がっているという報告はいろんなところから聞いていますで。人もバーージョンにアップデートされて 最新のスタジオワンのいいところをお使いください。2回に分けての解説動画でしたけれども、1回目の解説動画などは概要欄に貼っておきますので、そちらの方もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。村長でした。